はい、こんにちは、ラブリーズの石尾です。三浦です。はい、こんにちは、オッキーです。はい、今日なんですけど、ついに出ましたね。はい、出ました。こういう裏返ってででん、これね、ワックスなんですよ。ここに載せようかな。ラビネスのオーガニックピュアワックスって言って、僕ら作ったワックスになります。で、ピナップがね、3番と5番と7番ね、3、5、7とあって、数字がね、上がるにつれて硬くなるっていう感じなんですけど、まあ、マジでね、オーガニック系の成分で保湿しながら、まあ、スタイリングしながらトリートメント効果もあるよっていうものにしてます。はい、なのでこれかなりこだわり持って作って、まあ、言ったらアミノ酸系、あと CMC で、オーガニックセージっていうのと、あとローズマリーとかが入ってるんで、なのでかなり保湿成分高めながら、まあ、頭皮に、ね、うん、つくこともあったりとか、地肌に擦り込むことないんだけど、ついてもまあそんなに悪くないような感じで、なおかつスタイリング力もこう、はい、落とさずにいってる商品になってます。あとノンシリコンとね、ノンパラベンっていう感じになってるんで、あの本当に安全性も高いっていうか、かなり珍しいと思います。で、こだわりを満たしたのはこの容器、でこれ3番がね、白で、5番がグレー、7番がね、一番メンズの人でも使うのが多いかな。ここら辺がね、多いところで、グレーとブラックとかにしてるんですけど、まあ、これも結構かっこいいよね。かっこいいね、かなり。で、あと僕嫌なのは、これが嫌だったんですよ。ああ、指です。すくうのが、爪に入ったりとかするのが嫌で、はい、なので、それをなくすためにこれ、キャップにしてるんで、ピッてこういう風に出せるっていう。これかなり大きいかなと。ないで、あ、もうつけちゃった。で、これを実際どんなものかなっていうのを、まあ、これ見てる皆さんに買ってもらいたいんで、実践でつけようかなと思います。で、これ本当にこれをね、自信持っておすすめできる商品になってます。とりあえず僕ちょっと普段センターパートしないですけど、こっちに7番つける？そうですね、こっち7番、こっち5番っていう、普段では絶対やらないようなことをして検証したいかなと思って、あとかつてスタッフがこうね、毎日スタイリングする様子とかはまた小出しで7番使ったり5番使ったりとかっていう、はい、これ5番と3番だ。そうです、混ぜて、そうです、ここに貼っときます。これなんかなりいい感じに、はい、っていうか勝手に使ってたもんね。はい、ズッキーでそこを使ってました。で、写真まで撮ってたんで、ここを見てください。じゃあ、ででん、じゃあ行きましょうか。ピスタチオにしか見えへんな、これ言っちゃったら。いきなり行きますね。はい、はい、これで、これラビネスの5番が、はい、あ、いっぱい出た、行きます。本当にスタイリングしたものも久しぶり。半分だけってやりづらいです。半分だけやりづらい。どうせ守っとかない。いや、まあ5番がちょっと7番の方がいいですね。3番が7番。あ、いいんじゃない。適度に束感が出ますね。あ、いいんじゃないですか。あ、ツヤが出てる。ちょっと、うん、ウェッティな感じがしますね。そうなんですよ、この5ちょっと上です。そう、5番と違う、7番と違ってウェット感と適度な設定力で、うん、結構手直しもできたりとかするんで、かなり自由自在に、まあ、癖ある人とかだったらね、結構こう動かせれる感じになるかなと思うんで、5番いいですけどね、動きも出るし、かなりいい感じだと思います。ちょっとウェットで、うん、パーマの人とかすごいおすすめですね。ね、パーマがね、意外とちゃんと設定力あるし、いいんじゃないですか、ね、いい感じですね。僕ぐらいの長さで5番がいいかも、もしかしたら。そうですね、まあ、7番つけてから言いましょう。7番です。あんま多分西川さん短いですもんね今、うん、あんまり取りすぎるとガチガチになっても嫌なんで、これぐらいにします、はい、あれなんか最後残りますもんね、めっちゃ残る。あの蓋の裏とかね、あ、残りますね、うん。硬いですね、こっちの方がしっかりしてて。
あ、これはすごい対比出たよ。おお。あ、なるほど。ちょっと真ん中から進んで、全然質感がレッドドライって感じ。あ、ピスタチオやね。こっちがやっぱドライやね。スタイリング力マットな感じですね。かなりマットですね。うん、うん、マットやけどスタイリング力はやっぱあるね。あ、全然違う。こうやって見たらこっちがウェット、こっちがマット。いい感じやけどね、両方とも。うん、好みに合わせて下ろすときとかだったら5の方がいいかもしれないですね。うん、これマット、うん、これウェット、うん、あ、いいんじゃないですか。けどマット、ウェット、これ5番の質感、うん、でウィーッと7番の質感、うん、ちょっと動画じゃ分かりづらいですかね、うん、結構ボリューム的にはこっちの方、7の方がやっぱ出しやすいですね。硬いんで立ち上げと。そうですね、あ、ロマンと7は混ぜても良さそうですしね。そうですね、使い勝手が全然違うから。多分ショートは7番ですかね。レディースは多分3番、もともとあるうちにあるあのバーム、リベリテのバーム、でバームでスタイリング足らなかったら3番とかショートスタイルとかね、はい、はすごいいいと思うし、で、まあ、5番とかでもいいですし、はい、いいと思います。あとラビネスっていう、あ、まあ、新ブランドなんですけど、これどういう意味なんですか。これ、ね、意味っていうかこれね、まあ、ラビリンスのラビリンスにハピネスのネスをつけて、うん、ラビネスっていうか、まあ、これ使ってみんなに笑顔が訪れますようにっていう、なかなか臭い感じの、8年ぐらい前に実は一個トリートメント作ったことがあって、それの時に商標取ってるんですよ。その名前で使ってるんで、ぜひ一度考えてみてください。でまたあの新しいスタイリング動画とかはこういうの使ってから、使ったやつで載せていこうと思ってるんで、はい、ぜひです。あ、こうやってたら、これ、これツヤなしで、こっちがツヤあり。あ、全然違うかも。全然、はい、そんな感じで、で、同時に届いたね。はい、これです。ヘアオイル、ヘアオイル、あ、来た、ヘアオイル。このね、ヘアオイルはまた9種類のオーガニックスが入ってるんですよ。で、結構オーガニックってちょっと入ってたらオーガニックって呼ぶっていうのがあるんですよ。これかなり分量入れて、で、かなり保湿力も高いんで、これまた紹介動画出すんで、ぜひお楽しみに。と、チャンネル登録とコメント、また作ってほしい商品とか、なんかアドバイス、はい、うん、なんかあったら、はい、ぜひどしどしコメントください。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、この商品なんですけど、今YouTube の概要欄に書いてあるリンクから飛んでもらったらオンラインストアに載ってますので、今なら2000円の 10% オフで購入できますので、よければ一回ちょっとね買っていただいて使ってみてください。2000円安いよね。安いですね、これ。だから工場直なんで安いんですよ、この量で。そう、これで 90g ですね。しかも結構これあるからね、入ってるし。なんか普通にこういう風に、うん、インテリア的な感じで別に置いても変じゃないんで、うん、洗面台とかに置いてても全然おしゃれですね。いや、これね、かなりデザインこだわったからね。はい、そんな感じです、はい、ということで、ぜひ一回オンラインストア覗いてみてください。はい、質問待ってます。はい、お願いします。
結構ね、ドロッとしてる。これワンプッシュでいいな。